西条市議会議長の雪本博司です。東洋高等学校機械科3年越智良介さん、建設工学科2年清水龍河さん、第21回高校生ものづくりコンテスト全国大会への出場、誠におめでとうございます。先日まで市議会で開催しておりました東洋高等学校生徒の皆さんによる作品展では、その技術の高さがお題となっておりました。このような中、11月13日14日に神奈川県で開催される全国大会に支局代表としてお二人が出場されることの吉報に、市議会一同大変嬉しく思っております。全国大会では納得のいく作品を作っていただき、さらなる技術の向上を目指してもらいたいと思います。西条市議会も皆さんを応援しております。頑張れ越智良介さん、清水龍河さん。